何回も本当にいろんな場所でアクエシラとコラボをさせていただいて、
なんか特別なものにしたいなと思ったんですよ。何ができるかなと思って、僕自身が作品になって、ボディペイントアーティストのノアさんとペドちゃんって加えるんですけど、その2人に右手と左手違う子に描いてもらって、で自分が作品になって、自分がまた作品を作ろう、そしたらどんなものができるかなと思って、ペイントをしていただきました。はい、じゃあ読ませていただきます。今、「太陽の子供たち」っていう歌、多分カンボジアに行った時に作ったんですよね。まあ、行っですてね、帰ってきてから。行って帰ってきてから、はい。聞きながら、もらった言葉を読みます。ここからですね。スタートとゴール、実は同じ場所、今ここを、あなたはどっちだと感じる、それは世界中どこでもあって、どこにでも作れるもの、それが僕らと書かせていただきました。はい、で ありがとうございます。アクーシュラっていう、もうなんかちょっと大きい字をバンと書くんですけど、今日はもうこの言葉しかないなって、アクーシュラ。僕が初めて会った時に、なんでアクーシュラっていうバンド名にしたのって聞いた時に、まず A から始まるのが分かったって言ったんですね。で A から始まる言葉で、これ最愛のものとか、そう最たいうるもの。最たるものとかいう意味があって。全く僕知らない単語だったんですけど、今日書かせていただきました。で、それを思った時に A から始まって最後なんだろうと思ったら A で終わってるんですよね。始まりと同じが両方 A。 ねえ よくアルファベットで A to Z ってあるじゃないですか。 A から Z、 最初から終わりって言うんですけど、このアクーシアってバンドは初めから始まりなんですよ。終わんないんですよね。 A から始まって A で終わる。で 別に考えてないです。ネタじゃないですよ。ほんとさっき書きながら思って、何が必要かなと思ったら、例えばバンドがステージ上でライブをするときに何が必要かなって、お客さんがいたらもっともっと上がるんですよ。ね、スタジオでこう誰も見てない状況でライブをする、ライブじゃないな、ゲネプロとか練習をするのって、何かが足りなくて、何が足りないのかなって、相手が足りないんですよね。で、ここにアクーシュラを完成させるためにあなたが必要。言うっていう言葉がここにあるのは、みんながいてこそアクーシュラってバンドが成り立つのかなと思って、色を変えてアクーシュラカラーのブルーで書かせていただきました。なんかいろいろね、喋りたいこといっぱいあるんですけど どうぞどうぞ。メンバー以上にね。いいよ。はい。で、最後に書いたのが1分の1っていう言葉を書いたんですけど、僕ある大好きなアーティストが着てた T シャツが1分の1って書いてあったんですよ。で、僕すごいそれを見た時に、わあ、ドカーンってきて、よく分数って何分の何、同じじゃないじゃないですか、大体3分の1とか、2分の9とか、あえて変えるんですよね。でも1分の1って思った時に、例えば今日1日は365分の1じゃなくて、今日は1分の1だって思った時に、すごく価値が変わるんですよね。人が例えば、10年間に大体1万日生きてるんですけど、じゃあ今日は、ね、50、30年生きてる人が3万分の1って考えるか、今日も1分の1だし、明日も1分の1だし、いつになっても今日は1分の1って思ったら、すごく今日1日なり、1秒なり、1分なりがすごく、ものすごく大切なものになるなと思って、1分の1と書かせていただきました。 果てしないですね。 ということで、アクーシャね、本当にもう、なんだろうな、結構いろんな場所に、名古屋のツアーをして回ったり、福島行ったり、仙台行ったり、茨城に行ったり、本当にいろんなとこに一緒に行かせてもらって、本当に今日この日の世界中で一番最高のバンドはアクーシャだと僕は確信をしております。残りの時間も楽しんでいきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。タクコナラカキでした。ありがとう。